はい。今回はですね、えー、リライトの手順ということで、えー、ブログを書いた後ですね、えー、公開しますで。しばらくすると、アクセスがちょっと入ってきたりするんですけれども、その時に大事なのがリライトですね。えー、例えば公開した記事があんまり、アクセスが集まらなかったとか、ああ、内容に不満があるとか、まあ、いろんな理由でリライトすることになると思うんですけれども、その時のやり方ですね、えー、リライトのやり方を今回は解説していきたいというふうに思います。 でえー、リライトするときなんですけれども、まずう記事を開いて、ですねこの URL を、サーチコンソールというものがあるんですけど、これにい、ま、コピーして、えー、分析していきます。Google サーチコンソールを登録していないという人は、ですね、えー、早速登録していただきたいと思います。でえー、登録するときに迷う,の迷うなと思うのがあ、ま、僕はもう登録しちゃってるんであれなんですけれども、例えばですね、 登録して、まあ、情報を入力するのはいいと思うんですけれども、まあ、問題なくできると思うんですけど、DNS レコードでのドメイン所有権の確認みたいな、ねえー、画面が出てくる可能性があるんですよ。で、えー、その時にどうするかと言いますと、この文字の羅列ですね、これをコピーします。コピーできたかな。で、えー、コピーして、X サーバーですね。 まあ、僕のブログ記事でブログ解説された方は、X サーバーで解説,解説されてると思いますけれども、そこの DNS レコード設定ですね、サーバーパネルにログインして、DNS レコード設定というのをクリックします。で、えー、いろんなドメイン僕持ってるんですけど、お今回はですね、まあ、この J から始まる。う アカウントで今回実験しますんで、それを探します。まあ皆さんは1個とか2個とかだと思うんですぐ見つかると思うんですが。で、ここ DNS レコード追加っていうのを押します。ちょっと待ってくださいね。ちなみにちょっと、やっぱり貼り付けてあるな。この DNS レコード追加っていうのを押します。で、えー、この種別っていうのをですね、TXT に変えます。 テキストですねで。内容を先ほどコピーしたものをこう貼ります。これで確認画面に進むで終了です。そのまま進んでいっていただければあー OK です。はい。っていう手順で DNS レコードを確認します。で、この後に確認というのを押します。これ多分すぐ反映されないんですよね。なので、えー、確認して、まあ、所有権を確認できませんでしたとなりますので、 ますぐね、えー、確認できる場合もありますけれども、えー、確認できない場合も結構多いです。なので、そういう時は1日ぐらい置いて、もう一回、このドメイン、未確認というところに表示されますので、そこを押して確認するという感じですね。所有権自動確認しましたって出ます。ちゃんと確認されている場合出ますので、これで終了になりますね。はい。じゃあ、ここからが本題で、リライト手順なんですけれども、ちょっと待ってくださいね。 もうドメインがいっぱいありすぎて大変ですね。ちょっとそ,そしてですね、今日パソコンの調子が良くないのか、ちょっと反応が良くないですよね。ちょっと気になりますが。これですね。えー、これ自分のブログのアドレスです。URL ですね。で、そこにですね、先ほどこの記事の URL をコピーします。検索パフォーマンスというのをクリックします。 でそうするとですね、過去3ヶ月とかあるんですけど、基本的には3ヶ月でいいと思いますが、あアクセスが増えてきた場合は28日にします。でもうかなりアクセスがあるという場合は7日でいいです。で、えー、とりあえず3ヶ月にして、新規でページっていうのを押します。で、URL をこう、コピーしますと、先ほどのこの不労所得で月1万でも入ると、入,って入ると最高の生活ができる理由と。 いうページの詳細が出てきますここを全部あの色をつけてください。最初色ついてない、ね、こういう状態ですけど、色つけて、色つけるとこの掲載順位っていうのが出てきますんでね。あれちょっと反応が悪いですけれども、おこの全部色つけて、えー、見ていくっていうのが大事かなと思いますね。えー、全部重要ですね、はい。めんどくさい、めんどくさいと思うかもしれないですけど、重要です。これね、ついたり消したりできますね。 で、えー、じゃあ、この表の見方、まず解説しますと、不労所得月1万円という検索キーワードが出てきました。これは Google で不労所得月1万と知られた人がいるよという感じですね。で、クリック数が3ヶ月間で57ということで、まあ、1ヶ月20回ぐらいなのかなと想像できます。で、表示回数は、あこの検索して、まあ、この表示された回数ですね、えー、なんですけれども、1455回です。で、 えー、CTR っていうのは、その確率ですね、えー、なんですけれども、まあ、表示回数は1455で57だから、4%ってことですかね、大体いいそうなってると思いますが、ちょっと計算してみましょうか。まあ、そう基本的には CTR は高い方がいいんですが、検索1位じゃないと、うーん 10%, 10ぐらいいくには、検索1位じゃないとだめですね、僕の経験上ですけど。 そうですね。だいたい CTR はこの%おー。表示回数とクリック数のこのですね。だいたい4%ぐらい、表示された回数の中で4%ぐらいがクリックされてるということですね。えー、で、掲載順位が2.4なんですけど、実際調べてみましょう。2.4。検索順位2.4ということは、Google で検索したときに、 えー、2.4番目に表示されるっていうことですね。ちょっと反応が本当に悪いですね。出てこないんですけど、おちょっと混ぜますね。2.4番目に出てくるということです。で、えー、あと月1万フロー所得これもクリックス43で、えー、494。これ8.7%ですね。結構高いですね。2.7です、経済順位は。ちょっと出てこないんで、ここを変えます。 ロー所得月1万と打ってみましょう。ちなみにですけども、これ、Google クローンでやってる人はですね、シークレットウィンドウでやった方が確実な、なんていうの、検索結果が出ます。あ、今1位になってますね。でもこれ自分のやつだからな。ちょっと、今は正確ではないんですが、一応上位にはいますね。ちなみに3か月から28日にすると、ちょっと変わるかもしれないです。 28日にすると、過去、まあ、約1ヶ月分ぐらいですね。あそうすると検索順位が1.3になりました。なので、えーまあ、1位になっている可能性が高いということですね。ただあー、ここで見なきゃいけないのは、これ1位でやったということではないんですよね、えー。1位でいいんですけれども、1位の割に CTR 少ないですね。1位だと大体10%ぐらいになるはずなんです。この10.5とか14.5とか12.2とかなんですけど、これだけ少ないのは何でだろうってちょっと思うんですけど、これちょっと自分では。 原因がわからないんですよね、えー。月1万円でも入ると、ちょっとタイトルが悪いっていう可能性が高いです。えー、ちなみに、えー、ごめんなさい、CTR が低いってことは、タイトルが悪いっていう確率が高いです、えー。基本的にはですけど。まあ、ただ、この下の月1万不労所得とか、月1万円不労所得とか、不労所得月1万は12%ぐらいあるんで、まあ、そこまで悲観はしないですね。はい、ただあ、この全部の数値が、例えば月1万不労所得でも2%とか、 次 1>, 1万円フロー所得でも2、3%とかだったら、ちょっとタイトルが悪い可能性があります。クリックされにくいタイトルということですね。なので、検索順位はいいけど、CTR が低いという場合は、タイトル変えましょう、まずは。はい、タイトル変えた方がいいですね。ただ、あのキーワードはちゃんと入れたままにしておかないとダメなんで、えー、そこは残して、他の部分ですね、えー、興味を引くようなタイトルを裏まで付けるということになってきます。で、掲載順位がこうしていくと、 不労所得月5万だと17.9位で低いです。まあ、当然なんですけど、これ不労所得月1万円の記事なんで、1万円しか書いてないんで、やっぱ不労所得5万円になるとですね、えー、掲載順位がやっぱ低くなりますね。はいまあ、それでも2.1%あるのが不思議ですけども、基本的に検索順位が10位以下ぐらいになると、あんまりアクセスされないです。もうこの0.5%とかになってますけど、まあ、そんなもんになそんな感じになっちゃうんで、えー、検索順位はやっぱり5位以内には入れて、 そこでリライトするって感じですね。検索順位が10位,10位以内ぐらいのやつは、リライトでもうちょっと上げることが可能なんで、頑張って上げてみてください。はい。で、えー、CTR が低い場合はタイトルを直すということですね。で、掲載順位が低い場合は、えー、内容ですね、えー。記事の中身を修正したりしていきます。記事の書き方に関しては、他に別の動画を撮ってますので、そちらで参考にしていた,いただけたらというふうに思います。 であとはこれ,ぐらい、うん、これぐらいですね、見るところは。表示回数とクリック数と CTR と掲載順位を見て、掲載順位が低ければあ中身を強化して、CTR だけが低い場合はあタイトルを強化するという感じですね、はいで。これを見て、じゃあ、フロー所得月1万円、掲載順位はいいと。で、CTR を上げたい場合は、あこの中身ですね。ここの タイトルを変えるかあ、タイトルを変えるっていうのがもう一番の選択肢になります。はい。ちょっと他の記事を見てみましょうか。この記事は検索1位なんでね、あのいいんですけど、その基本的には変えなくていいんですけど、じゃあ、フロー所得の作り方は難しくないみたいな記事がありますので、これをちょっと検索してみましょう。この URL をコピーしてですね、ここに貼っつけます。ページっていうところに貼り付けますね。 これは低いですね。かなり。不労所得の作り方も39.8位とかです。これだと、もうほとんどアクセスされないです。はい、0%とかになりますね。こういう場合はどうするかっていうと、諦めるか、えー、記事の内容を強化するかです。30位ぐらいだと諦めた方がいいかもしれないですね。<laughs> 僕の経験上ですけど。はい。あのー、ま、まあ、正直、えー、検索で、えー、ライバルが多いとですね、簡単に上位取れません。簡単には取れないです。記事数もいりますし、 えーまあ、記事の中身もいり,りますからあ、簡単ではないですね、はいどうぞ作り方。一応何文字ぐらいの記事かといいますとですね、この1500字ぐらいですね。で、検索順位が39.8とかなんで、これは僕、正直諦めますね。諦めるか、うんまあ、でも諦めますね。はい。リライトはしないです。 うこういう記事は削除してもいいぐらいですね。40位ぐらいの場合は。っていう感じですね。やっぱり30位、まあ最初,に最初の方に書いた記事、ブログ記事がまだ100もない段階で削除するのはもったいないと思います。ただ、僕の場合は何百かあるんで、もう削除していいかなという感じですね。じゃあ、他にもちょっとやってみますね。不労所得が欲しいと思った人が、今この瞬間できることはないかみたいな、えーまあ。不労所得の第一歩みたいな感じの記事なんですけど、 これをちょっと見てみましょう。結構ね、やっぱりね、上位取るの簡単じゃないんで、悪い記事は多いですね。あこれはですね、不労所得が欲しいという単語では3位になってますね。で、不、え、労、ー、所得が欲しいは2.9位なんで、まあ、大体3位ぐらいです。ただ、見てほしいのは、先ほどと比べて表示回数が著しく低いですよね。さっきの不労所得1万円ってやつは、表示回数が1 7 0 0何百回あったと思うんですよ。 計算上に、まあま、あ3位である程度いいところにいるにもかかわらずう、45回と少ないんですね。フローショットが欲しいでちょっと検索してみますね。Google で検索すると、おまあ、3位に確かにはいますね、はい。います。ですけど、表示回数が低いんですね。表示回数っていうのは、こうやってパッて見たときに入るか入らないかなんで、基本的に3位以内に入っていれば、まあまあ表示回数はされるはずなんです。なんですけど、45回ということは、 そもそも不労所得が欲しいという検索ワードで、あんまり検索されてないということが分かるんですね。そうまあ、検索45回だったら別にまあ僕は悪くないかなと思ってるんですけど、あのー、先ほどの不労所得1万円に比べて、これね、月1万円だとそうです、ね、1000, 1000回とか300回とかですね。えー、こっちの方が需要があるというか、あ検索されてるわけですね。なのでクリック数も多いですよね。はい、で、不労所得が欲しいと。 というのは、えー、この回数しか表示されてないというのがわかるんで、えーまあ、検索順位は良くて、CTR もまあまあ,あ、サインにしてはあるんで、えーまあ、いいんですけど、表示回数自体は少ないよと、そんなに需要はないなということがわかりますね。1ヶ月で45回、51回とかなんでね。と、はい、いうことが分かっていきます。でじゃあ、需要がないと、検索需要がない場合、どうするかというと、まあ、僕の場合は45回か51回とかあるんだったら、このまま置いておきますね。はい この順位を3位、3位からあもう2位、1位に上げようと思いますけど、基本的にはこのタイトルを変えることはないです。で、この45回とかだったらいいですけど、もう本当に10回とか、1回月で10回とか表示回数、10とか、本当に1桁とかいう場合は、もうタイトル自体を変えて、このキーワードを諦めた方がいいですね。フローショットが欲しい。例えば、えー、表示回数が10回以内だったとした場合、えー、もう、うですかね、フローショットが欲しいっていうタイトルではなく、他のタイトルをつけて、もう、 キーワード自体を変えてしまうということですね。はい。をします。えー、まあでもそれはあんましないですかね。ほとんどしないです。もうちょっと面倒くさいこともあるし、他で、他のキーワードで別記事を作ってる場合もあるんで、それと被っちゃうとダメなんで、えー、もう基本キーワードは間違えたな、これダメだったんだなっていう検証作業でもう終了しますね。はい。っていう感じで、キーワード選定をしていきます。もう一個くらい記事見ていきましょうかね。不労所得ばっかりですけど。 ロー所得の第一歩はブログっていうブログをおすすめのやつをやりましょうか。まあ、こうやってね、サーチ構想度をいじっていって、一個ずつ見ていく、記事一個ずつ見ていくっていうのが大事です。ただですね、公開してすぐはあんまり評価されないんで、公開して1か月で見て、2か月で見て、3か月で見てぐらいで、3か月スぐらいで見てください。で3か月経っても全然だめっていう場合はですね、えー、まあ、ちょっと考えないといけないなっていう感じです。1ヶ月で、 えー、焦って修正しない方がいい方がです、はい、記事が上位に表示されるのは結構時間かかるんで3ヶ月ぐらい様子見て、えー、全然大丈夫ですこれも公開して10月27日に公開してますけども11、12、1でもい大体3ヶ月経ちましたで3ヶ月経って検索順位は上がってないんでまあこれはダメだなっていう感じですね正直、はい、こういうダメ記事もやっぱりねやっぱダメ記事の上にいい記事があるんで、えー、いい記事はやっぱ書ける しかも不労所得っていうのはすごく激戦区なんで、うん、そう簡単ではないです、はい。なので本当はもうちょっと簡単なところ,でところを狙っていくのが基本ですね。えー、掲載上に45位とかですね、もうほんと36位とか、これはもうほとんどクリックされません。はい、検索ページでね4、4ページ目か5ページ目とかになってしまうので、えー、クリックされないということですね。 こうやって一個一個見ていって、自分なりに考えて、えー、記事の中身を変えていくっていうのが、ディライトの手順になります。えー、なのでですね、えー、最後まとめになりますけれども、まず、サーチコンソールですね、登録します。登録するときに DNS、えー、DNS レコード設定っていうのが出ることがあるんで、そのときは先ほど紹介した、X サーバーの場合は DNS レコード設定っていうところに追加して登録します。はい。で、えー、一個一個 URL を貼っていって、過去3ヶ月とか28日とか、 で、えー、見ていって、掲載順位が低い場合はあ、掲載順位を上げるように中身を強化、記事の中身を強化すると。おまあ、文字数もちょっと増やして、内容もちょっと増やしてみたいな、ね、感じになりますね。他のサイトで網羅されてる情報で抜け落ちてる、自分のサイトで抜け落ちてる情報はないかとか、そういうところをチェックしていきます。で、掲載順位はいいけれども、CDR だけ異様に低いみたいなね場合はあ、タイトルが悪い可能性が高いので、タイトルでクリックされるようなタイトルを作っていきます。 その時にキーワードを抜かさないようにしてくださいね。ちゃんとキーワード、狙ったキーワードを入れてやります。で、表示回数が少ない場合は、その検索キーワード自体に需要がないということがわかりますね。はいまあ、でもクリック数はあんま見ないですかね。CTR でだいたいクリック率がわかるんで、まあ、そんなにクリ,ック,リクリック数自体は見ないっていうところです。はい、ということで、今回はですね、えー、ブログ記事をディライトする方法を解説しました。まあ、記事の分析はめちゃくちゃ重要なんで、ぜひ。 リライトしていただきたいなというふうに思います今回は以上ですありがとうございました